はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、皆さんお待ちかねのスチームオータムセールがやってまいりました。やった。はい、11月22日午前3時から、29日の午前2時59分までかな。はい、これ午前10時となっているのは太平洋時間なのでお気をつけくださいね。はい、皆さん、はい、このねオータムセール楽しみにされていたのではないでしょうか。というよりも、はい、皆さんご無沙汰しておりました。大変申し訳ございませんね。生放送はちょいちょいやってたんですけれども、実はね、こうやってコンテンツを上げるのは久しぶりになって、まあなんと言ったらいいか、もちろんね、ちょっと仕事が忙しいという、ことにちょっとかまけながらですね、まあサボっていたんです。はい、皆さんにご迷惑をかけました。なんかね、やっぱりこう動画を上げていないと、皆さんからDM が来たりね、オファーもたくさん届いていたりとかして、全て、ね、ほとんどそれらを、まあ、スルーしてですね、今日まで至っております。本当に申し訳ございません。またね、こうやって、大型セールの時とかね、もうできるだけね週刊スチーム通信も上げたいと思っていますが、はい、別にこのチャンネルをやめたわけではありませんので、はい、皆さんまた、時々見に来ていただければなと思います。はい、でオータムセールなんですが、はい、今回も、様々な、ゲームがセールされています。新しい比較的最近登場した、ゲームが今回初めて、セールされている。まあ、例えばスターフィールドとかね、初めてセールされますよということ、YouTube で Steam が事前にね告知動画を上げて、スターフィールド安くなりますよ、マウント&ブレード2だったかな、安くなりますよなんかね、告知されていたので、皆さんもよく知っておられると思いますが、はい、スペシャルディールとしてね、こんな感じで比較的最近リリースされたものから主なものまで、ラインナップされています。人気のものですね。はい、シミュレーションゲームが結構ピックアップされていて、まあ、ティンバーボーンであるとかね、これは、カワウソが街づくりをするゲーム、ビーバーかが街づくりをするゲーム、そして、フロストパンク、まあ、2も出ているのかな、もう、はい、極寒のね地を生き残るサバイバルシミュレーションゲームですけれども、そういしたものが出ていたりとか、はい、割とそういったものが、ピックアップされてますね。セインツローなんかもありますし、はい、そして、売上トップまだねちょっと始まったばかりなので、オータムセールが反映されていないものですね。今もう始まってまだ1時間ぐらいしか経ってないんで、はい、ストリートファイター6であるとか、そうですね、セールされているところからするとライザーのダリア3であるとか、はい、まだ出たばかりですがライズオブ P なんかが、ピックアップされてますね。これはまあ高難易度のピノキオをね主人公とする、ゲームで、まあ、自分も体験版遊びましたけれども、なかなか骨太な、ね、アクションゲームだから、エルデンリングとかね、そうした高難易度系のゲーム好きな人多分ハマるんじゃないかなと思います。はい、そして、1000円以下、500円以下と、まあ、金額別に、もちろんこれセール後の金額ですけれども、はい、こういったところから探すことによって、はい、自分のね、お金と相談しながらね、決めることもできますね。そして、ジャンルごとにこんな感じで、ラインナップされています。そして、ただ、まあ、セール作品を調べるだけではなくて、まあ、人気の新作ということで、まだ登場していませんが、これから、Steam に登場する、まあ、これからなので、多分年末皆さん、ゲームされると思うんですが、年末年始何か遊べるものがないかなと、そういうゲームを探す良い機会にもなります。はい、そしてですね、2つちょっと、ピックアップされているもの。まず、Steam Deck。
OLED という、まあ、これは、Steam Deck 2ではないんですけども、まあ、Steam Deck LED、まあ最初の Steam Deck のなんか完全版ですね。より再Steam Deck をブラッシュアップしたものとして、はい、ダイナミックレンジ画面、長時間持続するバッテリー、高速ダウンロードとありますが、現行のSteam Deck を快適にしたバージョン、なんかね、バッテリーも30%から50%長持ちしますということを歌ってますよね。こういうやっぱりポータブルゲーム機って外でやるにあたってやっぱりバッテリーの持ちって結構大事だと思うんですけど、まあそれが延長されてですね、遊びやすくなっていると。そしてグラフィックもですね、結構まあ改善されていて、ちょっと明るく鮮やかになったと。ただそのグラフィックも含めたソフトウェアのアップデートは急って言ったらいいのかな、これの前のその初期タイプの Steam Deck もなんかソフトウェアアップデートが来て改善されているらしいので、はい、この限りではないんですが、それでもはい結構軽量化、低温化、ダウンロードの高速化、長くなったプレイ可能時間、そして、さっき言いましたけどソフトウェアアップデートにより、まあ、豊かになった色彩、深みを増した黒ということで、はい、このディスプレイそのものも変わったということがここに、列挙されています。はい、なので Steam Deck 2が出る前の Steam Deck の完全版という位置づけで思ったらいいのではないでしょうか。まあね、ポータブルゲーム機ってそういうの出ますよね。こう最初に、まあ、出たものの、まあ、上位互換みたいな、ね、バージョンアップバージョン、まあ、それがこう一新されればフルモデルチェンジじゃないんですけれども、はい、完全版って多分どのハードも出ると思うんですけれども、まあ、Steam Deck も、例に漏れずこういう完全版がリリースされたということで話題になっていると。はい、256/512/1TB と、 1TB もニューですよね。 1TB あったらほぼね、いろんなゲーム入れられるのでいいですよね。はい、そして、発売が、購入はまあコモドからとなっています、日本の場合はね。はい、そしてもう一つですね、オータムセールでいつもこう年末に向けてスチームアワードというのが開催されて、まあ、ゲームオブザイヤーから始まって VR、愛のなせる技、デックのベストゲーム、フレンドとプレイしたい賞、優れたビジュアルスタイル、最も革新的なゲームプレイ、不得意なベストゲーム、ベストサウンドトラック、優れた物語、ゆったり座ってリラックス賞。これね、なんか去年と変わってないんじゃないかなと思うんですけど、これノミネートする作品を選択して、1月2日、つまりウィンターセール期間中にですね、皆さんが選んだベスト2023スチームゲームが、選ばれるということになるので、はい、まあ、本家のゲームアワードあるんですけれども、まあ、スチームアワードも年々盛り上がりを見せてですね、まあ、ここで登場したゲームが、まあ、セールされたりとか、まあ、再注目されたりして、再び遊ばれるということもあるので、まあ、こういうものにノミネートして、そしてバッジを手に入れると、いう、その、例年のオータムセールの、ものがあります。で、バッジというのはどういうものかというと、こんな感じでまあ描かれているんですが、はい、何枚か集めたらこうやってこれサマーセールのバッジですけれども、まあ、サマーインザシティというバッジ、まあ、これを手に入ることによってレベルが上がって、まあ、フレンド枠が拡張されたり、こういう飾り付けですね、枠が拡張されたりする、この自分のプロフィールをね、拡張して飾ることができるので、より楽しく Steam を、ゲームをプレイするだけじゃなくて、Steam に戻ってくるきっかけになると思います、ね、自分のオリジナルの、ページを持っておくといいと思うのでね。はい、そしてジャンルの調べ方なんですけれども、もちろんこのカテゴリー別に閲覧をするとここに載せられているものが出るんですが、まあ、ここのカテゴリーのところで一気に見てもいいのかなという感じがします。
はい、すべてねここがカテゴライズされていて、まあ、例えば何でもいいんですけど JRPG 調べようかなと思うと、まあ、オータムセールの中の JRPG に飛びます。そして、JRPG を見ることができます。でここにリワードを受け取るとあるので、はい、こういうステッカーをね手に入れることができます。これは日替わりなので毎日ね、7枚かなステッカーを得ることができるので、はい、毎日ゲットしてみてください。はい、そして、すべてのアイテム、話題の新作、売上トップ、高評価、割引中、人気の近日登場と、はい、こういうカテゴリーで調べることができるようになっているので、まず自分の好きなジャンルどういうものがあるのかな、そして割引中今セールされているもの、はい、ライザーのアトリエシリーズも結構人気でね、1なんか 60% オフの3432円になってますからね。まあこういう、ジャンルごとに調べることができます。そして JRPG の中でもクラシカルなものね、最近 2D のなんかこう昔コンシューマーでプレイしていた、例えばプレステとかプレステ2とかその20年ぐらい前あたりのものでプレイしていたものがね今リバイバルされてまたねSteam に PC ゲームに復活して登場しているものとかもいっぱいあるので、多分ね、おウィザードリーあるのかとかね、え嘘だろうみたいなねことも多分発見とかになると思うんですよね。はい、そういったクラシカルなものをこう調べることができたり、まあクラシカルに関連して、まあ、2D とかね、携帯が 2D のもの、はい、JRPG の 2D のものとかね、はい、3D のもの、ドット絵のものね、はい、もうこうなってくるとめちゃくちゃ懐かしいと思うんですけれどもね、はい、こういったものも、また JRPG の中で調べることができるようになってます。単性のジャンルのものとかね、はい、こういうカテゴリーを活用することもできると思いますし、まあ、さらに言うとですね、この最近注目の中のですね、この Steam Next Fest ですね、まだこの前回の Steam Next Fest の体験版を遊ぶ、これ残されているんで、なんか自分が体験版遊んだものがセールされていないかなっていう観点からも探すと結構掘り出し物が出る。例えば自分の場合だとタロス2ね、これ最近出たんですけど、もう 51% オフ、今回のオータムセールで3366円になっていたりとか、はい、しますし、まあ、こういったところから、はい、探してセール作品を見るのもいいのではないかなと思います。まあ、自分のねウィッシュリストにもし入れているものがあれば、もちろんこう購入を検討するために入れたと思うので、こういうところで、オプションを開いて、まあ、今回セール作品だけをピックアップして、ちょっと安くなっている 50% 以上のものないかなとかね、はい、こういう調べ方をして、ちょっとウィッシュリストの中の半額以上オフのゲームをこうやって調べたりする。あ、人形の傷跡、これねリバイバルされて出たんですけども 50% オフであるとかね、はい、レッドホールも 75% オフ、はい、デック13ね、はい、サージのところの新しいアクションゲームですけど、アトラスフォールン、はい、50% オフだったりとかしますね。はい、デビルメイクライ5 67% オフとか、まあ、自分のね、ウィッシュリストからも、探すことができると思います。はい、いろんなね調べ方ができると思うので、はい、ぜひ試してみてください。データを読み込んでいます。はい、Steam データベースを見ると、オータムセールでセールされている今回最安値のを更新したものがすぐに探すことができます。 12,740、はい、今回ヒットしています。これね多分まだ増えると思うんですよね。まだこれ開催されたばかりなので、これからどんどん増えていくと思うんですけど、現時点で 12,740 のゲームがセールされていると。まあこんな膨大な中から探すの難しいので、こういう外部サイトのね Steam データベースのようなものが人気になるわけですけれども、まあこれ今紹介しているのがこのね、青背景に白文字が最安値を更新したもの、そしてこの黄緑背景が最安値、今までもありましたけど今回も最安値というゲームになっておるんですけれども、まあこれを見てみるとですね、はい、ハイライトディールとしてマスターフィールド、さっきも言いましたが 20% 今回セール初めてされました。テラニールとかね、まあ自分はちょっとこのね
環境を改善していくちょっとパズルシミュレーションみたいなものが気になってたんですが、 30% オフであるとか、はい、します。地球防衛軍5 70% オフまで下がりますしね。はい、ブラスフェイマス2も 25% オフで今回、セールされていたり、アウトラストの最新作も 25% オフと最安値を更新しています。はい、ギルティギアストライブも半額になりました。で、これシフーって呼ぶのかな、これカンフー系の1対1のカンフー系のゲームですよね。はい、 50% オフになっていたり、はい、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード 50% まで下がりました。はい、このあたりが買いじゃないですか。はい、テールズオブアライズ、はい、最近大型アップデートが来た、ゲームですかね、ダウンロードコンテンツだったかな。はい、 50% オフになってますね。はい、最安値更新しています。ストファイ6 34% オフね、簡単なコマンド入力せずにワンボタンで、格闘ゲームが楽しめるようになった、まあ、思い切った舵取りをしたおかげでね、また人気が再燃しているゲームですよね。はい、あ、グラセフ5懐かしい 64% オフ、これね、グラセフって 60% オフとか多かったんですけど、はい、50% オフが多くて 60% オフと思ってたんですけど、64まで下がりましたね。はい、そうしたものとかがこう探せるので、はい、ぜひこの、Steam データベースも活用してみてください。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。 PC ゲームが、一気にセールされるオータムセール、毎年ね季節セールとしてこの時期にやっていますが、はい、皆さんもぜひね、久しぶりの方も毎日ページ見てる方もぜひね、自分の意中のゲーム安くなっていないか、これを機会に調べてみてください。はい、最後にね、今最もプレイされてるゲーム見ていきましょうか。はい、その中で、はい、グラセフとかが、セールされているんですけれども、あ、カウンターストライク2すごいですね。やっぱりドータ2とか、またこのあたりがね、盛り返してきている、バルブさんのゲームが盛り返してきている感じになってますよね。で、フットボールマネージャーね、あの日本代表が初めて、ラインナップされてね、はい、日本でも流行っている、サッカーシミュレーションですけれども、はい、こういったものもラインナップ、まあ、今回ねセールは来てないんですが、ラインナップされていたりとか、はい、上位陣も、素晴らしいゲームが、ラインナップされていると思います。まあ大体か、まあこれ世界を10の人々をのその総スチームの総人口の、最もプレイされたゲームなんで、やっぱ海外とか強いんですよね。カウンターストライク2とかドータ2とかね、はい、まあ洋芸が強いのはまあ当たり前かもしれませんが、はい、こういったところからも、セールされている作品あるので、探してみると面白いかもしれませんね。素敵なゲームに出会えるかもしれません。はい、ということで皆さん、ぜひこの Steam オータムセール、はい、繰り返しになりますが、11月の、29日、深夜まで、開催されていますので、ぜひ、ご覧になってみてください。ではまた、ユーロでした。バイバイ。いや、このサムネが可愛いんだよな。素晴らしいですよね。